在学中から勉強を始める使用書士の勉強を始めるメリットといたしましてまあ、何と言っても選択肢が広がるといったところですねさらにはまあ、働きながら勉強を開始される方に比べてまあ勉強時間が時間の確保が少なくとも社会人受験生の方よりはしやすいといったところだと思いますもちろんアルバイトだとかサークルだとかゼミえいろんなものとの兼ね合いもあるとは思うんですがでもそれでもやはりですね社会人受験生よりはまだ時間を 時間が取りやすいのかなとは思いますでさらにですねあの実際私のクラスなんかでも、えー、就職活動と並行しながらあーね大学4年生で、えー、司法書士合格されたという方もいらっしゃるんですがで、えー、まあ少女子受かった後すぐに実務につかなくてもオッケーなんですね、えー、合格すればその立場は一生ものになりますので、えー、一旦は普通の就職をしてでその後将来に備えて自分の武器を身につけておくといった意味においては、えー、特に財 学中のチャレンジ、まあね、勉強開始、えー、こちらがおすすめですよとでさらに、まあ、あの特にです、ね、法学部の方だったりなんかしてもあ他の多学部の方でもお、ね、あの例えばその民法だとか、ね、憲法だとかあ、ねえー、あの大,大学の単位取るにもお、ね、あのメリットはあるんじゃないかなと思いますので、えー、そういったところもぜひ在学中スタートに生かしていただきたいかなと思います。 加えてまあ司法書士の試験、えー、これを受かっていることによって万が一ですねあの自分の,の望まない例えばその移動だとか転勤だとかこれを命じられた時にもお、ね、いつでもおまあちょっと言い方悪いですがあいつでも会社を安心して辞められる状況を作っておく自分に武器を身につけておくことによって、えー、将来の可能性、えー、さらにはあねあの万が一のための保険としても、まあ、十分なこの保険になりうる資格になりますので、えー、ぜひですね しっかりと自分の一生の武器になる資格として主要書士を身につけて頂ければと思います。